人民解放軍中香港部隊に所属する官邸大隊の警習艦が南シナ海で海上軍事演習を行った。中共の軍隊が演習に関するプロパガンダ動画を公開した。しかし警習艦の動画が公開された後、一部のネットユーザーはそれを欠陥だらけだと見抜いた。例えば今回、 警修艦の HPJ-17 の報酬がヘルメットをかぶっていないことにネットユーザーが気づいた。一部のネットユーザーからはこれは武器捜査員の身の安全を軽視しているのではないかそれとも中京軍は通信用ヘッドセットを内蔵したヘルメットを持っていないのかとの疑問の声が上がっている。 自動官報の回転範囲、稼働期間中の周囲には人は立ち入り禁止のはずなのに、研修艦の映像の中では誰かが官報の後ろに立っている。関西ヘリコプターが艦艇に降下するとき、艦板で働く水兵がヘリコプターの回転しているローターの下に立って輪を作っている姿が見られ、多くのネットユーザーが大胆な行動だと皮肉な声を上げた。 貧化日報の報道によると一部の軍事専門家は研修官の動画がおそらくアマチュア監督の指導のもと望ましいパフォーマンス効果を得るために撮影されたのではないかと推測している。その結果は切削になった。